あ、タガと言います。よろしくお願いします。まあ、今日はもう3曲やって、ちょっと1曲目がオーサムシティクラブさんの忘れなをやりたいと思います。よろしくお願いします。例えば今君がの瞳濡らしていたとしても呼ぶ声はもう聞こえない、縁の具を溶かすように君との日記憶の中にじんでいく、何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で春の風を君という光があるのなら、巡り巡る雨を越えて咲かせるさ、愛の花を、あなたは。願いが叶うのなら二人の世界また生きてみたい、あのキスから芽吹く日々、水色花びらはもう香りを忘れ、君への想い枯れてゆく、散ってしまいそうな心に覚えたての愛の美しさを咲かせて、心でいられたら触れられなくても思い煩っても忘れないよ、この恋を一つずつ束ねて、きっと光があるのなら目で緊張しまして頑張りました。ちょっと2曲目はバウンディさんの手話合わせをちょっとやりたいと思います。バウンディが今21歳でなんか学生みたいで
なんかすごいなと思って、ちょっと最近よく聴いてるんですけども、この幸せという曲が特にこのバウンディの曲の中で、まあ、好きな曲なんで、ちょっとやりたいなと思います。よろしくお願いします。僕の時価総額400円の心臓と何か今すごいでかい雲がそうそう、さっきの針をかぶってかみつかないからちょっと今ふっと下見たらの時価総額400円の心臓と絵に描いたような君の綺麗な心臓を合わせてできたシワの数が僕たちの未来の価値だ。越された時間が少ないのなら崩れてく時間が増えてくのならこぼさないように合わせて変わらない変われないよ僕ら今をしっかり続けている心拍と透き通るような君の綺麗な一拍を合わせてできた波の数が僕たちは揺らめき合ってた。過ぎていく時が早すぎるのなら有り余る隙間が悲しいのならこぼさないように合わせて変わらない変われないよ僕ら今をしっかり生きているチキは流れる日々も僕たちは思い出すこともなくなってしまうんだろうしまうんだろうって重なる日々も僕たちは流れる日々も僕たちは思い出すこともなくなってそうしまうわせに変わらない変われないよ僕ら今もしっかり生きているちぎれないちぎれないよ僕ら今もしっかり繋いでる溢れ出す願い込めて僕らは今から君の見てる方へとやるせない夢が覚めた頃にまたシワを合わせて僕たちは流れる日々も僕たちは思い出すこともなくなってしまうんだろう
しまうんだろうって重なる日々も僕たちは流れる日々も僕たちは思い出すこともなくなってしまうんだろうしまうんだろうって重なる日々も僕たちは流れる日々も僕たちは思い出すこともなくなってしまうんだろうしまうんだろうって。ありがとうございます。じゃあ最後3曲目もあのバウンディの、ナポリという曲を行います。ちょっとカバーを結構するんですけど、まあ、いずれかはなんかオリジナルで自分で歌詞書いて、まあ、曲作ったりもしたいなと思っているんで、まあ、またいずれか機会あの披露する機会があればオリジナルの方もちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。では、最後ですね、バウンディのナポリを弾きます。しばらくお付き合いください。時彦ちょっ
外れの時計台から時彦が弓を射る。おかげで街中の屋根にも傘にも穴が開いてる。時彦が弓を置いた後には空鳴りがする。思わず見上げる空に向かって腕からもスパーク。ライラライラライラ。立ち上がる蜃気楼も時彦のせいで、時彦の二つの瞳は狂った時計なのさ。一つは月をもう一つは動物時間を指してるっていい。桃色をした少女たちの一部に彼女たちの行く手を阻むもの謎何もなくて、少女たちは砂漠をまっすぐに突っ切ってくる。さもなければ晴れ渡った空からいきなり降り立つ。時彦はそのスタートの膝に飲み込まれてしまうのさ。後に残るものといえばゼンマイの一つ二つ。ビロードのスカートに飲み込まれてしまいます。それですよね、時彦のもう一つの謎、どこかにオルゴールが隠されているという謎は謎のままに終わります。時彦が少女たちのスカートに飲み込まれる時に放った光がありました。その光とは、あの度池ディックが体験いたしましたあの神秘体験のピンク。ここには光の全色を含むというあの神秘体験のピンクと同じ色でありました。詳しくはピョートル工房銀星クラブ PK ディック特集号。街外れの時計台から時彦が弓を射る。街外れの時計台から時彦が弓を射る。街外れの時計台から時彦は降りられない。
猿の左手少しふやけて台所の生ゴミの中二つの生き物は少し口を開けて眠りをすするそうめんのよう雨粒の弾ける音を聞いているはじめの向こうであパルサーが弾けた私を生き物と呼ぶな石も風も生き物と言えそしてこの空をあの懐かしい星と肩を並べる人は自ら生まれ入れては枝分かれをする肉の木よ今でそれを切ったなら口を開けて眠る君の姿猿の左手猿の左手青ネギを爪にかけて腰と肩を並べた君は自分手相もせず行ってしまうのだろう慌てて追いかけるギリギリ間に合うはずもない後に残るものはドアの閉まる気配だけよ気配だけよ気配だけよ猿の左手でした。さながら空には三つもの月の浮かぶ
気取りの予感動きされる大きな魚眠る夢を食いている魚目覚めることもできる魚水の初めの名を知る
これではたまったもんじゃない、ピリリキリと悪い軌道を描く、その先にあるのは男の背中、お月さん一つ、どうぞ。
Thank you.
では最後にしたいと思います。ハレルヤ。君は黒い傘を差して金の糸を踏みしめ歩く。どこから降るのかこの金の泡。見上げても見上げても明らかに君は晴れるや今晴れるや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 